ハリー・ポッターと賢者の石の2回目で、前回はクイディッチのトレーニングを終えて、選手になったんかな？まだなってへんか。まあ、そんな感じ。次は多分こっちに進んでいったらいいはずなんで、あれ？ハリー、肖像画を開く合言葉を知りたいのかい？だったら、青いさっ百き味なん瓶か、ゾン。でも、気をつけろよ。百味瓶ってどこに言うてあった気するけど。僕の子猫が井戸に落っこっちゃって、下はすごく暗いよ。お願い、そんなん置いた助けらて。やれへんやろ。井戸の底が見つかれば、そこ？僕の子井戸猫のも見底つかが見るんだつけかどる。な。そこないの？え？哲学かな？まあ、いいや。前はパフスケインを持っていたんだけど、フレッドとジョージがブラッチャーの。パフスケイン、ブラッチャー、パフスケイン。あ、これか、これか、パフスケイン。おお、こっちで立てたら100ミリージ増えるってこと？なるほどな。へっ、はいはいはい。そういうことか。次こっち行ってもらって、ちょっとこっち来てくれる？ダメージ、ハリーが食らうようなやつを食べてはるんだ、これは。ハフスケン、ハフスケン。ハフスケン。優秀やな。成長すんのかな？こっち来てください。ここにもあります、ここにもあります。集めたらいいのかな。50個あったよ、100個あったよ。何も言うてへんはや。あの2人、フレッド何も言うてへんかった気がするけどな。はい、お薬草学の授業。森にある珍しい木から火はガーゴイル像の門のすぐ後ろに生えてる。最近おかハリー、ダメだよ。あそこには巨大なモンスターが。巨大なモンスターがいるね。まずこっち見とこうか。でもパスワード、合言葉入れるね。パスワードちゃう、合言葉。待ってきます。あ、この紫色のを集めたら、きっと、あそこの合言葉を教えてもらえて、あの中に入れると。あの中に行けば、なんかもらえるのかな。え？はいはいはい。やばな。え、リピート。怖いのか。近い近い。リピート。リピート。リピート。こっちに来た時に続きやね。足ってわけでもないのかな。倒しました。これを倒したら
ウィンガーディアムレビオーサ。そしたらビンズをもらうと24個もあったら教えてくれるかな。てかあの2人はどこの部屋、どこの肖像画のああいうことも知ってるんかな。そういうことか。セーブは一旦セーブもしたいと思わさせないから、でもセーブの回数の制限なんかないんやったら、その度その度にしたらいいけどね。こずらしとこう。早い。溶岩の中で、あ、そういう、あ、そうか、火の種とかそういうようなところね。火が、火、マグマか。え、でも火の海かな。まあどっちでもよ。何やこれ。これはペットとしても飼えるものなのかな、もしかして。はいはいはい。ああ、えい、あの奥にはいけへんのやろか。ちょっとサイズが違ったしな。これこっちか、こっちか、こっちか。やばいと。したよ。何これ。飛んで取ってくださいってことね。はい。これは、これ、あ、ちゃうか。もう32個も集まったけど、足りひんやろな、きっと32じゃん。はい、止めてください。でかっ。しゃべったもん、サイズ的に。こっちも食べるのかな。でかくなった。はいはいはい、これでここに入ると。はいはいはい、わかりました。また本食べてもらって、また大きくなるのかな。でも食べても本出てこへんみたいな。これちょっとでかいか。あ、ちょっと違うみたいね。これは食べさせたらあかんの方か。ダイエットか。フリー。レバーを引く。術の呪文の名前なんやったかな。プリベントノック、あ、プリベントノックバックジンクス。プリベントノックバックジンクスダイエット。プリベントノックバックジンクスダイエット。はい。今んとこは特にな。ああ、これはちょっといけ、ちょっとまずそうだね。
セーブできるんやったらセーブしといた方が良さそうだけど、ね、そういうそれほどでもないんかな。これ水赤いかな。火の水、火の川か、マグマ、マグマではないよねきっと。あ、これや、これ火の種、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 うん、シードね、ファイヤーシードセーブしてた方が良さそうだから、してこう。で、次はここか。27%って結構ね、話結構進んでるかな。こう下でも一発かな。一発はさすがに火やったら一発あるか。え、あ、行って帰って、あ、やってもらう。あ戻ってる。なるほど。え、なんで？なんでや。あ、もう行けそう。あ、ありがたい。でもくれぐれも落ちてるような、なんか遺体の支援もんは、特に飲料水、飲料とか食べ物もそうか、食べる方がいいと思うけどな。くれぐれも。インセンディオ。おもちゃだ。はい、失敗しました。インセンディオ。あ、いけたいけたいけた。ファイヤーシードね、ファイヤーシード、ファイヤーシードちゃうか。ファイヤーシード、ちょっと英語分からへんわ。そうそう、あ、でも、あ、でも右上 見たら火の種、ほんまに火っぽいしね。火の種、火の種だよね。ファイヤーシード、火の種、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 ちょっと分からへんわ。ふたかて、落ちる落ちる落ちる。これ飛距離の自分で調整しない。え、今何やの、バグかな。さっきの岩がないとこに、岩が落ちる瞬間に掴んで乗って、透明の岩乗ったんかな、それともダメージ食らってたんやろか、ちょっと確認してみたいな。ハリーポッターって全作品で 7?8? 結構あった気がするんやけど、これ全作品出てるんかな。出てるんやったらこれ一つやったら全部やるあかんな。でかしたぞハリー、
お前さん、火の種を見つけたんだな、はい、なぜ俺がそれを必要としてるか教えてやろう。俺たちだけの秘密だぞ。ハリーや、入っとくれ。焚き木とかちゃうかな。火をこうくべて。マッチがこの世界には、ね、くつろいでくれや、はい、狭いとはいえお前さんがいた階段下の物置よりは広いだろう。ん？村のパブホッグズヘッドで知らないやつにもらったんだ。あ、卵温めてんのか。ドラゴンの卵さ、火の種が必要なんだ、うん、早く卵が帰るよう温めなきゃならないんでね。さあ火の中に置くんだ。どういうこと？え、そこに、え、あるよ、こういうのにかかるか。やったぞ。いい子だ。ダンブルドア先生、おるやん。この子をノーバートと呼ぶことにしたんだ。ノルウェーリッジバ、お前さんは本当の友達だ。クイディッチ、今昔の本をもらってくれ。これを持ってるとなんかできるのか、うまくなるのかな、うん、はい、じゃあな、ハリ。なんでこんな本持ってはるんやろ。ほうき乗れるんかな。クイチが好きなだけかもしれんけど、これは新しく開いたからここを行けっていうことかな。これもセーブしといた方が良さそうやね。プレステ1の画質ってこんな感じやったか。でも当時はすごい新鮮やった記憶があるけど、ハリーついてきて。ただついていく。クイディッチ、ここがクイディッチ競技場の入り口だよ。でも僕たち1年生はプレイできないことになってるんだ。でも時々例外もあるらしいよ。ま、君がすっごいネビルが来たぞ。思い出したマルフォイが、あいつ思い出し玉を持って校庭に逃げてっちゃった。あれがないとトレバーが見つからないんだよ。助けて、お願いして。これ変わったぞ。あの、これで今30%。ロングボトムが君に泣きついたんだね。それで君は彼の代、ロングボトムが後で取りに来られるところに置いておくよ。そうだな、木の上なんてどうかな。どこを捕まえられるかい。僕のブラッ、ブラッちゃん、お、そういうことか。でもダメージ食らったな。追いかけてくるのかな、もしかして。安定してない。やっぱ当たるWow.
持ってるわけです。ワッチャーってそんなアイテムだったか。みんな選手が持ってるアイテム、例が違った気するけどな。ショートカットここや。あれなの、ちょっと回っていたかったな。で、お、開いてきた。おった、よくも僕の宝器を壊したね。ほら、こんなもの持ってけ。僕には必要、はい、マジか、やなんかあったな、そんな、あんな変な方向に投げるやつは。ああ、そうか、ホグワーツの魔法学校の周りぐるぐる飛ぶシーンやったな、確か映画でも、うん、OKOK、これで返してあげたらなんかくれるかな。思い出しだもん。はい、どうぞ。え、思い出した、僕トレバーを薬草学の教室のそばに忘れたんだ。あそこにはヒキガエルを食べる植物が生えてるんだった。いや、あかんやろ、うん、ミスター・ポッター、私がホグワーツの副校長でグリフィンドール寮の寮官でもあるマクゴナガルです。マルフォイを追いかけたことは許しがたい行為ですが、どういうこと、あなたの類まれなほうき乗りの技術は認めざるを得ませんね。規則では1年生はクイディッチの試合に出られないのですけど、特例として考えてみました。すぐにクイディッチ競技場に向かいなさい。ハッフルパフとの初試合が始まる。練習を、え、練習してへんし、チームの、ね、メンバーの人もかな、見てへんの。すげえ、すごい、ハリー頑張ってくれ。どこもあなたがシーカーになるって話で持ちきり、最年少シーカー、話を聞いて一も二もなくお前さんにおめでとうを言おうと家を飛び出してきた。お前さんが先にスニッチを取るに決まっている、絶対だ。ありがとう、そこまで言ってくれると頑張りがいあるよね。うん、クイディッチカップへようこそ。 E 上段の実況でお届けします。ピッチには両サイドに3つずつのゴールがあります。チェイサーがクワッフルを投げ合い、相手ゴールの輪の中に入れれば得点です。ブラッジャーには気をつけなければなりません。これは魔法のボールでプレイヤーを棒木から叩き落とそうとします。また各チームには2人のビーターがいて味方の陣地を守っています。グリフィンドールの新しいシーカーはハリーポッター。シーカーの役目は金のスニッチを見つけ取ることです。スニッチが現れた時スピードリングを放つとシーカーはもっと早く飛べるようになります。何それ、ポッターが来たぞ。金色の閃光、あれはスニッチでしょうか。ポッターがスイッチを見た。え、イエーイ、全員そうだった。行けハリーポッター。あんな飛び方初めて見ました。ポッター遅れを取った。ポッターニアミスです。ノー、ブラッチャーだ。猛スピードのブラッチャーをかわす。ポッター、クラブです。明日はさぞや痛くなることでしょう。危なかった。なんと素晴らしい、ハッフルパフの侵入が来た。はいはい、
うわ。ノー！ぐちゃぐちゃなってる。これ X なんだ。近づいていきます。おいけ、あった、取ってくれ、行かせようか。あれはあかんか、見失ってしまった。来たんちゃう、これを捕まえたら。あ、やった、チームに持ち帰ります。何対何やろかっていうか、おスネーク先生いる。これはこれは悪名高きポッターじゃないか。スネープ先生か。わしの名前を覚えているかね。スネープ教授だ。君のことなら何もかも知っているぞ。君の薄汚い手の中にあるのは何かね。図書館の本は持ち出してはならない規則だ。没収だ。借りたやつ、もらったやつちゃう。あ、図書館で借りたもんくれるっていう。怠け者のお店がやるな、ハグネット。なかなか怠け者のお店ね。はいはい、セリフ飛ばしてしまった。見て、地図の一部だよ。待てよ、これってフレッドとジョージが書いたものだ。地図によるとこの辺に忘れられたエリアがあるらしい。もしかしたらそのオンボロ扉の向こうじゃないかな。ああ、なるほど。じゃあ行きましょうか。扉を開ける呪文があるって地図に書いてある。よし、アロホモーラ。ちょっと見てよ、オンボロ扉が開いちゃった。これってどこ。アロホモーラ、鍵開けるやつ、呪文やったかな、確か。このさっきの男の子の声聞いてだ。わあ、多分ここにフレッドたちが隠したんだよ。スネープが探してた名前、二手に分かれ。なんか、なんかのアニメのキャラクターでこんな声しちゃうか。くれぐれもこれ、落ちてるもう飲まんほうがええと思うからね。はい、くれぐれも読色思想、気をつけます。おい、これか、これ、これ、これじゃん。100ミビーンズの数えるのどうやったらいいとか、どうやってみよう、ステータスみたいな。あ、さっきなんか見た気すんな。これか、違うか。お、あー、出たね。 OKOK。
集められそうやけど、数はちょっとマックス取り逃しなしでいかなあかん感じかな。どこやったかな、こっちか。ん、見て、花咲かもめがある。これを投げて遊ぶと楽しい。ゴールにくしゃみをさせることができます。はい、OK です。フォークランプ、ウィンガーディアムレビオーサの呪文でのみ近づける。どういうことや。ウィンガーディアムレビオーサ、え、マジか、そういうことか。はいはいはい、ウィンガーディアムレビオーサ。全部取ってきようなかこいつ。そういうことか。ウィンガーディアムレビオーサ、上げてとか遠くにならなあかんね。ウィンガーディアムレビオーサ、ウィンガーディアムレビオーサ。あ、全部取ったんか。はいはいはい、オッケーオッケー。ってことは、一つ目を取ってんってことやか。これのお味噌？全部取ったから OK。 力をね、はい、お話ししていきます。すごい、怠け者の脳みそを見つけたんだね。さあ、ホグワーツに戻ろう。両対抗派をめぐる争いが続きます。レイヴンクロー71、すごい多いな。ハッフルパフ、いい勝負してんな。スリザリン、え、嘘やろ。グリフィンドール、スリザリン、あ、グリフィンドールが寮の得点でリードしています。寮対抗杯をめぐる争いがヒートアップしてきました。いい勝負やなってことか。とりあえず100レビンズを集めて、ちょっとストイックな。入れへんか、しょうがないな。なんか入れた。あ、いたいた。青い百味瓶像、よく集めてきた。ありがとう、ハリー。皇帝の肖像画を開く合言葉は
キャットウィーズルだよ。ハリー、スネイプには気をつけろよ。ありがとう。皇帝。皇帝の肖像画。皇帝の肖像画なんか。ところかな、少々。ちょっと工程。キャットウィズグリフィンドールの新入生さん、よくできたわね。合言葉は正しいわ。ドアを開けてあげなくちゃね。でもまた一つ目の黄色の黄色鼻くそ耳くそ忘れたけど、それを取れてへんから。なんかこれ有名な魔法使いあるか。それ見せてもらおう。アルバス・ダンブルドア、現在ホグワーツ校校長。近代の魔法使いの中で最も偉大な魔法、ダンブルドア校長は特に1945年闇の魔法使いグリンデルバルドを破ったこと、ドラゴンの血液の12種類の利用法を発見、パートナーであるニコラス・フラメルとの錬金術の共同研究などで有名。ダンブルドア校長の趣味は室内学とボーリング。室内の学問ってことちゃうか。ちょっと後で調べとこう。室内学、うん、これもらってもらったはいいけど、これは集めて何からするのかな。負けか、入れへんな。猫泣いてるな。これも猫、さっきの哲学かなんか知らんけど。お、哲学っぽいことを言う人を助けてあげなあかんから。ただでも色の底、色の底って何やろ。お、いらね。次はどこ行ったらいいかな。お広間、お広間、肖像画の部屋。お広間もまだ行ったことなかったかな、確か。お、あー、こんなとこに100人いるんだ。声は聞こえるけど人はおらへんな。よし、45が。いい勝負。水彩の鳥。
これ、あ、こっち行けんのか。これだけの部屋か。肖像画、いやこれはインカキツに多分良さそうやな。さっき言ったところ。大丈夫。あ、これはさっき。回ってんのかな、もしかして。次はスネイプ先生の、スネイプ先生の授業を受けるからそこに行く。なんか変なとこ来てる気がするな。どうしたってこと？合言葉はカプートドラコリス。ここまで行ってなかったな、そういえば。ちょっと談話室。やあハリー、薬味ビーンズのビーンズをくれれば老いぼれジョージと僕、肖像画の後ろに。ビーンズの方持ってんかね。あ、これさっきのやつか。アルバス・ダンブル。さっき出した衣装です。ちょっと一旦セーブしていきましょう。時間もいくらやし、一旦切ってまた次回にしたらいいかな。じゃあまた。